GUNPLAっていう一つの文化を世界に広めていきたいというふうに思っております。自分の思い描くGUNPLAを自由に形にしていいと、イマジネーションの可能性、全GUNPLAファンに見せていただきたいと思っております。クリエイティビティ、発想力、アイデアですよね。これはね、誰に教われるもんでもないので、あなた自身のクリエイティビティというものを作品に思いっきり込めてもらえると素晴らしい作品になると思います。GBWC はさまざまな作品が全世界から集まる場になりますので、まずは見るところだけでもいいので、作品から感じる熱量とか感動みたいのをぜひ味わってほしいです。GUNPLAビルダーの頂点を決める大会ではあるんですけど、世界中の人がつながる一つのツールにGUNPLAがなるように、この大会を成長させていければというふうに思っております。The Eternal Bond 義経&弁慶 for the New Country を作られましたユウスケ横田さん、マークメディアビロさんのエネミースポッテッドフィリピンからの作品です。ガンダム XC エリベア2帯同ユウスケ佐藤ジャパン、小中心さんの作られましたドリームが選ばれました。マンソン・ングさんのフラグメンツ・オブ・ア・スターです。作品には見る人を感動させる力があるので、ビルダーの方々は作品を全世界に広める場として GBWC を活用してもらえると大変嬉しく思います。